チケットを見せてください、うん、チケット。はい。こんにちは。こんにちは。6年前に木が多かったジャングルみたいと思います。うーん、それが先のお堀掘って水が入ってきて、で木は住んでたんです。もったいないよ。もったいない木は多くなったら涼しい。これが新しい、この木が新しい。あ、湖の木、栗サップコの木の 子供を持ってて売ってる。赤の色が見えるわ。あ、カタツムリの卵。あ、カタツムリの卵。そう、木の幹の上まで。そのカタツムリがあまり良くないよ。へえ。お米を食べ、稲食べちゃうんだ。あまり良くない。別のカタツムリが OK、 大丈夫です。その種類だけ。怖い。稲作るところをたくさん見たら、あまり良くない。ゾウさんの頭がいる。門の中に。ゾウさん、あっちあっちのちょっと建物の中に人間顔があります。ゾウさん反対側向こうがライオン。あっちの場所が馬。四つの頭ね。ゾウの頭の意味が水の宇宙。人間が土地の宇宙。ライオンが火の宇宙。馬さんが風の宇宙。人々の体の中に熱の宇宙を持てるよ。汗、肉がこれ水、骨が土地、体温が火の宇宙。ほっ、わー、綺麗だね。耳の頭が2匹。